さて今日のゲーム解説中西英輔さんとともに見ていきますが、立ち上がりから大宮が幸先のいいスタート、これ改めて見てください。この立ち上がりいいですよね、はい、本当にね、このボール持って島田、はい、そして島田がそのままクロスボール、うん、うまいですよね。マテウス本当にもう練習通りといいますか、はい、蹴る前に飛び出してしっかりヘディングっていうね、はい、しっかり叩きつけてこのピッチのコンディションを生かしたシュートですよね。大宮がまずは先制点を取りました。なんかチームに一体感が出ています。で後半です、それも75分から見てもらいます、はい、まあ、いかにそこまではなかなか中盤の潰し合いがあったか、これ大前のヘディングですが、はい、うまいですね、やっぱりね。そうですね、その前の大山選手よく腰ひねりながら逆サイドの大前選手を ねこれよく見てましたよね。で空中でしっかりコース見ながらヘディングしっかりもできましたし、はい、素晴らしい得点ですよね。大山大前と渡って2対0、うん、この腰ね、しっかり腰ひねってね、このしっかり空中でしっかり冷静に保ちながらですよね。でその2分後になりますが、うん、途中必要のバラダの得点を見てもらいたい、うん、これ、うん、どうですか。いやースーパーですね、今見てもね。だから大前選手のボールをね、三田選手しっかりと落としてこれですよね。いや気持ちいいでしょうね、はい、これ多分家に帰って何回も見ると思いますよ、自分で。そうでしょうね、はい、さらにバラダは止まりません、うん、80分これ見てもらいたい。相手のクリアボール途中カットする、うん、これからのリフティング、うん、そしてまだ抜いて、うん、左足に持ち替えてのフィニッシュ、ね、だからこれ本当に一発目の胸トラップの後、うん、下に落としてるといけなかったと思うんですけど、はい、胸でトラップした後にこれですよね、はい、このワンタッチ面でしっかりトラップっていうかリフティングしたことによって前に綺麗に行きましたよね、うん、で最後このねここですよね、落とさなかったからこのドリブルで相手に、まあ、取る隙間を与えなかったんでしょうね。なるほどね、落としてるとねボールがどうしても滑っていってますからね、あのリフティングは大変意味のある技ありの、うん、そうですね、はい、でもまあそれを冷静に判断できたっていうのは素晴らしかったですよね、はい、瞬時の判断でバラダ決めてこれで 4-0、 そして今試合のタイムアップを告げる笛が鳴りました、まあ、これがハイライトシーンなんですが全部得点シーンでした。でうち2ゴールがこのバラダ選手。